一緒に。あ、月葉様、どうしたんだろう。楓ちゃん、昨日私楓ちゃんの家に行ったんだけど、あ、そうなんですか。すいません、昨日はちょっと。うん、約束もせずに行った私が悪いの。こんにちは、楓ちゃん。あ、月葉様、一緒ですか？うん、楓ちゃん。楓ちゃんって、いつも一生懸命ね。そうですか？Thank you.
月葉様いないみたい。家にいると思ったんだけどな。ですか？うん、医術って優しい感じがして好きなの。人を助けられるようになりたいし。あの楓ちゃん、一緒に授業受けない？よろしくね。ですか？うん、医術って優しい感じがして好きなの。人を助けられるようになりたいし。月葉様、一緒に授業受けませんか？うん、ありがとう、楓ちゃん。そんな、じゃあ、行きましょう。うん。お願いします。
ろしくね。ちょっと楓、あんた昨日どこ行ってたのよ。え、何？せっかく私が足を運んでやったのに、いないなんていい度胸じゃない。え、だってオーガちゃん何も言ってなかったじゃない。もっと察するってことを覚えなさいよ。日本人の心は察することだって言うでしょ。ごめん。では失礼いたします。ああ楓さん、昨日どちらに行ってらしたんです？私、昨日楓さんの家に伺ったんですけど、楓さん留守だったので。そうだったんですか。すいません。いえ、楓さんのお父様にお会いしましたわ。いいですわね、あんな素敵なお父様で。
もしもし、久野様のお宅でしょうか。あ、楓ですけど、月葉様？ごめんなさい、ちょっと。どうしたんですか？何から話そうかなって、話したいことはいっぱいあるから。あ、楓ちゃん、あの、よかったら水曜の忍術実技一緒に受けてもらえないかしら。はい、いいですよ。あった、私忍術実技ってどうも苦手で、楓ちゃんに教えてほしくって。じゃあ時間割り合わせておきますから。あ、そろそろ寝ないと。じゃあおやすみなさい。月葉様。